オープニングですよ。本当に意味が分かんない。入り口それで仕上がった。その T シャツでさ、歩いたらまあまあ人に見られる。まあまあ人生始まるなんて。意味が分かんない。意味が始まるんですから。大丈夫です。終わりはないですよ。今日すごいコラボですよ。はい、そうですね。気合入ってます。大丈夫。いや、もちろんもちろんよ。気合入ってきて、これ始めてるじゃん。だからリームにしてますね。でリームにしてる人だけが違うね。カメラ違うね。おー、いいね、いいね。今日はスペシャルスペシャルゲストいますし、はい、あのね、2人いるんですよ。はい、素晴らしい。2人とも、まあもちろんすごい方なんですけど、はい、1人は大人気 YouTuber、はい、もう1人はもう私たちの愛しのヒルミ。いやいや、本当によくいらっしゃる。あのね、インドネシアに対して YouTube 始めてから、もう早く出してくれ、早く出してくれっていうのが、すごいコメントになって、ついに俺の、ついにか、はい、そのヒルミちゃん、まずよ、ね、OK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 、じゃあ、来ていただきましょう、はい、大久保さくら子チャンネルです。はい、どうも。いや、いいね。いや、来ちゃった。いいね。なんちゃっ、いいね。俺とみなみさんでさ、うん、挟むとさ、うん、ラブちっちゃいな。大きいなと思いましたね。どうだね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いだろ。めっちゃ安心するさ、これ。いや、本当よ。身長バランスです。いや、なんでよ。もう全バランス。オープニングの位置だもんね、ラコちゃん。オープニングの位置だからね。すごいね。まあ、ちょっと今日は、ラコにね、来てもらって、はいはい、コラボしますけども、うん、はい、ラコが最近 YouTube 始めた。ねえ、いいじゃん。おめでたいよね。なんていうチャンネル名なの？ラコチャンネル。おまんま。ラコチャンネル。いいね。可愛いやつ。ラコチャンネル。何やっていくんですか？まだ本当に始めたばっかりで、いろいろまだ出せてないのがあるんですけど、普段見えない裏の部分をやっていたりします。あ、裏の部分ね。なるほどね。装飾的なことが多くなってた。これインドネシアの方が、もう視聴 90% 以上インドネシアの方なので、もう急に読めないコメントいっぱい来ると。いいじゃない。いいじゃない。一緒に勉強しましょうね。そうですね。そうですね。なんか英語ペラペラですか？うん。そう、英語プラプラやばい。どうですか、つばさん初めてじゃん。そうなんですよ。そっか、かわいいねーから始まってるから。いや、もう緊張してない。どうしよう。普通に俺の高校同級生やねん。そうこういう状況慣れてない。慣れてない。いまだにてっちゃんと普通にいるの不思議なんだよね。不思議。あ、そうなの。でもさ、俺とは目合って喋ってくれるのよ。もう全然何回かやったのさ。クラコちゃん今一回もまだ目合ってないんですよ。カメラだよね、カメラ。みなみさん、みなみさん見ながら、さくらこちゃん視界に入れてるぐらいで喋ってるから。今日はね、この5人と、はい、もう一方スーパーゲスト、これ、てっちゃんが呼んだ方がいいのかな。いろんな意味で。いろんな意味で。どういう繋がりかね。いや、俺そうするとなんかこうしてる。それでは、はい、スーパースターをお呼びしたいと思います、はい、大輔さんです、よろしくお願いします。はい、やめて。おい、先輩。もう一緒。先輩。やめて。先輩。何発だ。事務所一緒だけど。そうなんだよね。事務所一緒ですから。だからさ、確かにケイス君これオープン。何クロージングだったらクロージング。クロージングだった。はい。やっぱ始まってるのか。どこで見つけたの。可愛いわ。そういいですよ。オープニングちょっと入らしてよ。エンディング T シャツ持ってきたじゃん。エンディング T シャツないのよ。まだ始まってるから。まだ始まってるから。大輔さんに、はい、僕またインスタグラムで、本当にジェロームの時と一緒なんですけど、ダイレクトメッセージさせていただいて、すごいよ、すごい、ぜひコラボさせてください。いや、こちらこそ本当はもうね、こっちからオーバーかけようかなって思うぐらい、嬉しいです、本当に今回のコラボ、ありがとうございます、本当に。コメントでもね、たくさん大輔さんとコラボしてくださいってコメントがたくさん来てて、こっちもこっちも、本当ですか、めちゃくちゃ来てた。スキャピーとコラボしてくれて、嬉しい、すごい、テレマガジマニア、イエーイ、私が、今回はちょっとさくらこちゃんだけでやりたい。かわいすぎる。なんでそんなドッと構えてるの。かわいすぎる、マジで。かっこつけて。かっこつけまになっちゃう。なんも言えない。非常勤の講師やん。ちょっとファッション待ってるよ、白と黒で。バレだよね。じゃあ1回でキスする。なんでだろう。キスはダメ。ワットティダビサ。ティダビサか。ティダビサです。ティダビサか。じゃあなんていうんだね。タヌだ。やめても。大丈夫。困ってる。今日はこのお二人をね、呼んで、じゃあどんなことをするかということなんですけども、ちょっとね、私企画持ってきました。
ここ学校じゃないですか。確かにね。だからちょっとこれどうなのかなって思いながらも、やっぱり僕がやりたくてしょうがなかったんで、うん、ちょっと今回の企画、はい、発表します、はい、というわけで本日の企画、誰が桜子と一番お似合いか制服カップルコーデ選手権。私、アラサー、うまい、ね、確かに、僕もね、我々近いですね、我々制服、この前ここで着させてもらったじゃないですか、はい、あの時にある感情が芽生えました、はい、もう一回着てえなっていう気持ち、そして、桜子に着せたいなっていう、そんな大輔さんと言ってること変わらんの、やっぱり、キスする制服着せてる。今一番危ないところに挟まってやっぱり我々キューレンジャーでね、こんなこと言っちゃったけど、うん、そこからキューレンジャーからそうもう4年経ちました、ね、4年経ったね、5年経ってもラコって、ね、抜群に可愛いわ、ね、そりゃそうだね、だからやっぱラコの可愛さをもっと方面からこう見せていきたいな、なるほど、うん、裏方の脳が出てしまう、なるほど、ね、しかもそこの横に制服着てる南さんってめちゃくちゃ面白いなって、お似合い選手権でしょ、はい、面白選手権じゃない、あ、そうかそうか、なんで面白くなっちゃったの、なので、ちょっと今日は、お似合い選手権をやりつつ、はい、大輔さんにそれを審査してもらいつつ、俺は審査するの、そうです、大輔さんにちょっと審査していただきつつ、俺が審査フリーザの最終審査最終審査じゃない一番強いところスカウター測りきれんやつや、なるほど、なるほど、俺が審査やっていただきつつ、はい、優勝者には、はい、なんと、はい、桜子チャンネルの出演権が、おお、え、それは大輔さんも含めて、あ、そうなの、大輔さんは、大輔さんは、あの、うん、僕からのお願いで逆に桜子チャンネル出ていただきたい、え、マジで、マジで、いいですか、こっちは1万払ってるはい、そうです、どういうの、1万かキスどっちがいい、怖い怖い怖い、1万だもんな、それは一番終わりになるな、だから、はい、2人で、はい、まあ、そのカップルに晴れて選ばれた、はいはい、カップルでちょっとラコの方で企画をできたらなと、なるほど、いいんじゃないですか、我々、まあ、本気で奪いに行かなきゃいけないんですよ、もちろんね、僕が審査員だから僕にかかってるってこと、そうです、そうです、確かにそうです、うわマジか、めっちゃ無理そうじゃないですか、はい、でも握ってますから、ね、今のところ今一番お元気ここだから、おいまあまあね、着替えてるのね、もう終わってるからな、まあちょっとそんな感じで、はい、一組一組やっていきたいと思いますので、はい、楽しんでいきましょう、よろしくお願いします、さあ大輔さん、はい、ついに準備が整いました、なるほど、一番手は審査員ですよ、わかりました、一番手はね、この高校の同級生高山翼、はい、ね、翼でございますけども、うん、どんな感じで来てるのかもちょっとわかんないですけど、うん、あの、そう、我々お願いしますって言ったら入ってきて、うん、ちょっとなことなんかいい感じになるんじゃないかなと、なるほどな、そういうことか、ちょっとありそう、そうだね、ステーションがね、ちょっとね、ちょっとこの企画楽しいっす、楽しいな、この時間めっちゃ楽しい、この時間めっちゃ楽しいんだけど、あっち側に行くのは考えるとちょっと怖いよ、今めっちゃ考えるめっちゃ怖いけど、まあ、だってさ、桜子ちゃんみたいな可愛い子と一緒にさ、なんかするやろ、初めまして、やばいな、すみません、やばい、いや、すごいよ、陽介が急に手がしたらそこでなんかシチュエーションなんかコンってやるんでしょ、それなんでやらせるのそこ一番今苦しんでると思う、聞いてください、それ言ったら俺考えてきたんだよねって、なるほどなるほど、なるほど、頑張りましょう、じゃあ翼くん、え、カモン、おお、あっか、怖い、なるほどね、全部それだけで、えかわいい、なんだ、これずっと見てられるんじゃないですか、これ1時間ぐらい見てる、1時間ぐらい、暑い、お疲れた、あ、お疲れ、先輩と後輩じゃん、あ、これも前ないおかしい、あ、いいちょっと、翼ヒヤヒヤしてんな、なんかディズニーのっていう、うわっ、こっからの中その先を求めてなんでこれで終わり、いやでも、ありがとうございます、翼的なイメージとかタイプ
まあほら、どういうあのコンセプトで。これはね、まず母校です。いやそうなんだね、僕とね、すごい、あ、そうなんだ、本当の母校、はい、僕と翼さんはマジの高校のやつです。あ、ガチのやつか。翼さん、高山、高山くん、高山くん、高山くん、何してんの高山くん。いずれはめっちゃおもろいやん。ラコニーはな、どの設定なの。マネージャーです。ですよね、ですよね。そうか、それでジャージか。ジャージっていう手もあるのか。えぐい。いりますかってだけで、一発目から変化球のど真ん中って。逆に、ね、いやなんかそのオーバーサイズな感じもいい。いいんだよな、ね、ラッコ、これ中何。これ体操服です。体操服なの。いやちょっとあの、背なんで体操服なの。体操服の中は何。やめなさい。やめなさい。インナーです。インナーです。いや先輩っていう響きいいね。いいね、言われたいよね。あなたもう先輩しか言われないでしょ。いやいやいや、言われたいよ。みなみ先輩言われたいもん。言われない。でなんか深い設定があるよね。その桜子ちゃんが着てるそのジャージ、うん、このオーバーサイズ感、うんうん、なんかその彼氏がいるのかなって、彼氏から借りてるもので、であれ翼くんの彼氏でもなんか違うような気がするしっていう、なんかそういういろんな頭の中で想像できる。なるほど。そこまで考えれば。ちょっと、いやでも想像できてるよ。こっちが勝手に想像してしまう。いやであとね、下がやっぱスカートっていうところ、うん、うわたまんないよね。そスカートとその長さがほぼ同じぐらいっていうのが、ね、そうもうね、ほんとにありがとう。ダメないよ、俺たちそういうの。なるほど、ダメないよ。これもっとオーバーサイズで、そのスカートがマジで隠れたらやばいっす。隠れたらまたちょっと違う。こっち着てみてもいいです。はい、いいよ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 、これはダメなの。出た、こういうレンドシャツや。あー、なるほどなるほど。俺たちはさ、俺たちは桜花ちゃんを使って何をしてるんだろう。セクハラに近いやん。お客さんたちも。いやでも、初めてだったから、うん、一番楽しいんだよね。そうなんだよね。めっちゃ画像見ながら。やばいよね。ダメだ。え、ラコはどうですか、それ着てみて。いや、ちょっと、意外と呼ばれるときにドキドキするな。ずっとそこで、なんか言うこと分かってるのに、ちぎれるかなって。ここの芝居です。こういう格好ってしないんですよ。体操着にスカートに。そうだよね。あざとい感じも。しないね。そうだよね。かつ燃え袖だからね。いやもう最高です。燃え素晴らしいわ。すごいわ。あと1個だけ。あと2個だけ。2個だけ。触れて。女の子がこれ拭いてるのめっちゃ好きなんですよ。あ、これね。ごめん忘れてた。そう、ごめん、もうそれどころじゃなかった俺ら。それか。これで首元とかを拭いてる女の子ってめっちゃセクシー。たまらんわ、セクシー。CM でもあるよね、女の子。あれがたまらないです。あ、それがワンポイントで今大好きだね、審査の。そう、あと関節キスですよ、お茶。なるほどね。スリング。青春よね。青春よね。もしあれを今僕に飲ましてくれたら、ダメです。皆さんのなしですと優勝する。やめなさい。やめなさい。みたいな分かりすぎて。山くん。山くん。楽しいな。はい。じゃあとりあえず第一人目。素晴らしい。めっちゃすごいな。いやすごい、レベル高い。めっちゃ可愛いわ。これ今撮影してるんですか。あ、今もう回ってます。あ、回ってる、回ってる。お、なんかイチャイチャしてんぞ、おい。なんかちょっと始まってますね。なんかキャピキャピしてるね。はい。もしかしたら始めてんのかな。あれ、そっから。うん、こっから、こっから。あれ、そっからか。うん、めちゃめちゃ気になる。気になるわ。あの、見えるの。あの、俺もできてる。あれで見えるの面白い。ダメなんだよな。あれ、ダメなんだよ。いいよな。ああいうのダメなんよ。じゃあ、陽介くん、カモン。また熱い。顔熱い。顔熱い。夏だ、夏の設定だ、夏の設定だ。夏だよ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 。だって、ゼータって私可愛いって言ったじゃん。以上です。おい、いらんわ。今のもう最後の行なんもいらんだ。最後で一気に来るな。もう今の陽介の行よりさくらこちゃんのこう恥ずかしがってる表情しか抜かれとらんよ今。いや全部。編集はとしきだぞ。だって
凌介、セーター着てる私可愛いって言ったじゃん。今のが以上なんですけど、はい、今の設定どうですか。いや、あんだけ、うん、あの向こうで5分ぐらいミーティングしといて、あれだけ行だけ行の角度を休めてました。いや、今回のテーマですが、はい、もうとにかくね、これあの明学の、はい、いわゆる翼ドラの学校の制服で、うん、僕はこのセーターが大好きだったわけですよ。ああ、もうめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。めちゃくちゃ可愛い。で、可愛い。冷静に今こんな暑い中、うん、着てるのおかしいじゃないですか。はいうんで、なんで来てんのってさりげなく言ったら、うん、それが可愛いって言ったじゃん。いや、そこよかった。そこマジでよかった。いや、マジ、凌介って言ってたもんな。そうなんだよ。凌介って言ってたもん。圭介言える言えるかな。ちょっと試したくなってきたな。いや、確かにあれ言われたら、ギョンってなるかもしれない。なるほど、確かに。ちょっと可愛すぎちゃって、うん、俺もちょっと向こうで思いついたときに、うん、ほっとちょっとどうしようかと思ったんですけど、いやいや、いいんじゃん。ちょっとまあ短い方がちゃんとその破壊力があるかな。はいはいはい。なんであの行はカットしてもらって大丈夫です。ダメですよ、ダメですよ。そこもポイント入ってます。はい、あ、です。いや、あれ言わせたことあんの、あのセリフを。ねえねえねえ、言わせたかったの。あ、言わせた。俺の学生時代の願望を今ラコに全てやってもらったから。詰め込んだんだ。はい、っていう感じで。いや、いや、いいの、めちゃめちゃ良かった。いや、ちょっといい。ラコ的にこのセーター可愛くない？どう？似合うな。似合うね。似合うわ。めっちゃ可愛い。だって陽介くんと翼くんからしたら、まあ、母校のやつじゃん、はい、たまんないでしょ。たまらんす。敵です。こんな子が生徒にボスパーを負けやと強化ドラマしこんな子はいないっす。こんな子はいない。全女子だよ、これ。全女生徒だよ。いやでも、まあもう満足です。よかったよかった。よかった。マジよかった。いや、ちょっと気に。さあ、大輔さん。はい。私終わりまして。はい。いや、二人が終わりましたね。いや、いいね、いいね。めっちゃないと。ねえ。ですね。やばいね、これ。やばいね。この企画すごい。やったぜ。やったぜ。ありがとう、ありがとう。じゃあ、ちょっと次のね、はい、人、哲司さんですね。哲司さん、ね。じゃあ、大輔さん、はい、呼んでください。じゃあ、哲司さん、カモン。おっ、うわ。もう、はい、来いよ、さくらんぼ。役者さんだから、やっぱり役者魂にしてくださいよ。しかも、ういー。